ドキドキふと黙り込んで遠い目をする。言わないでいるうちは無理に聞かないけど、かける言葉探しながら歩いてること、伝わってくるだけで十分足りるから、もしも何かあったならいつでも教えてよ、少しくらい力になれることあればいいのに。悩んでる時も不安な時もいつも通りの二人がベースにあるから、心強くて今日も前を向ける。自分勝手に決めたりして戸惑わせたり、そばにある優しさに不器用でいるけど、みんながいて二人がいて、いろんな形でどれも俺たちなのは積み重ねた時間。多分ずっとこのままで疑うこともなく、支えた手に助けられたりして続いてくんだろう。わだかまりもない、遠慮もいらない、無意識の思いやりがベースを作って流れる心地よさは昔のまま。大丈夫、自然と気づくから、励まされて頼られてお互い繰り返すんだろう。悩んでる時も不安な時もいつも通りの二人がベースにあるから、心強くて今日も前を向ける。わだかまりもない、遠慮もいらない、無意識の思いやりがペースを作って流れる心地よさは昔のまま。